症能は、分子式 C10H16O で表されるに完成、モノテルペンケトンの一種である。カンフルあるいは、カンファーと呼ばれることもある。IUPAC 命名法による、系統名は1、7、7トリメチルビシクロ、2.2、1ヘプタンマイナス2オン。また、母骨格のボルナンが、同命名法における許容管用名であるため、そこからボルナンマイナス2オン。 に、ニボルナノンなどの名称が誘導される。他の別名は、1、7、7トリメチルノールカンファー、ニカンファノン、ニカンフォノン、または、カラドリル。小脳は、有点摂氏180度、沸点摂氏208度の白色半透明の老状の、消化性結晶であり、強く刺すような樹脂系の香りを持つ。クスノキの精油の主成分であり、他にも、 各種の精油から見出されている。クスノキは、アジア、特にボルネオに産することから、小脳の別名の起源となっている。また、初期の有機化学において、この化合物は、精油から容易に得られる、結晶性テルペノイド化合物の中でも、代表的なものであったため、カンフルは、他の精油から得られた、結晶性テルペノイドの総称としても用いられた。 テルペノイド化合物の研究でノーベル化学賞を受賞したオットー・バラッハは、テルペン・ウント・カンフルという題名の賞を表しているが、このカンフルはそういった結晶性テルペノイド化合物の総称として用いられている。また、他の植物の精油から得られた結晶性テルペノイド化合物を植物名カンフルで命名することもしばしば行われた。 代表的なものにミントカンフル発火脳や、ボルネオカンフル流脳などがある。クスノキの葉や枝などのチップを水蒸気蒸留すると、結晶として得ることができる。クスノキの中に含まれている小脳は、D 体である。製造工程としては、クスノキを、切削機で、薄い木片に砕いて、大釜に入れ、木の棒などで叩いて均等に詰めた後、高温で蒸して、 成分を水蒸気として抽出し、それをゆっくり冷却して結晶化させる。冷却器の中の水の表面に浮いた白い結晶を網ですくい集め、乾燥後、袋詰めなどをして商品とする。この天然小脳の製造所は2006年時点では江戸時代から続く内野小脳の一軒のみだったが、その後の技術指導などにより2014年時点で 全国で4件を数える。一方、化学合成品は、松の精油などから得られるアルファーピネンより合成される。口述の通り1920年代に開発された。アルファーピネンを塩化水素で処理すると、ワーグナーメイヤワインテ手を起こして4人間が、壊裂し、ボルナン骨格へと、骨格変換を起こしてからクロロ化されて塩化、ボルニルとなる。塩化。 ボルニルを弱塩基で処理すると脱塩化水素反応を起こすが、その際に、再び転移を起こして、今度はカンフェンを与える。塩素原子とアンチペリプラナーの位置に、水素原子が存在しないためにイレギュラーな脱水が起こる。アルファピネンを活性白土で処理することで、直接カンフェンを得る方法も知られている。カンフェンを疑酸あるいは酢酸と反応させると、再びボル、 南国核への転移を起こしながらこれらのカルボン酸が、不可し、イソボルニルエステルが得られる。このイソボルニルエステルを喧嘩して、イソボルネオールとした後、酸化することで小脳が得られる。化学合成されたものは、アルファアピネンからの最初の反応の転移の段階で、ラセミ化が起こるため、ラセミ体となる。血行促進作用や、鎮痛作用、消炎作用、鎮火油、 作用、清涼感を与える作用などがあるために、主にかゆみ止め、リップクリーム、湿布薬など外用医薬品の成分として使用されている。鹿児島県では、100年以上続く家庭の常備薬として、白紅れが広く知られている。かつては、共振剤としても使用されていたが、今日ではその用途にはほとんど用いられなくなった。 しかし現在でも、ダメになりかけた物事を復活させるために使用される、即効性のある手段を、比喩的にカンフル剤と呼ぶことがある。19世紀初頭では、小脳とアヘンを混ぜて、子供の咳止めとして用いることもあったが、多くの子供はよりひどい状態になり、この処方をするくらいなら放っておいた方がマシだと、評価されていた。その他にも、 香料の成分としても使用されている。また人形や衣服の防虫剤として、またゴキブリ、ムカデ、ネズミなどを避けるように、また防腐剤、花火の添加剤としても使用されている。小脳は皮膚から容易に吸収され、その時にメントールと同じような清涼感をもたらし、わずかに局部麻酔のような働きがある。しかし、飲み込んだ場合には有毒であり、発作。 精神錯乱炎症及び神経と筋肉の障害の原因になり得る。有毒物質を飲み込んでしまった際の応急処置として消化器保護のため牛乳を飲ませることがあるが、小脳は使用性であり、牛乳に含まれる乳脂肪分との作用で体内に吸収されやすくなってしまうため、小脳誤飲に対して牛乳を飲ませることは禁忌である。六世紀に アラビアで製法が発明されたと言われ、日本へは16世紀に伝わったとされる。寛永14年には、薩摩藩の特産品として、鹿児島から欧州や中国へ輸出されており、金、銀に次ぐ日本の重要な輸出産品だった。楠木は、薩摩藩の御用木として勝手な伐採は、禁止されており、小農の生産は主に、鹿児島のほか 長崎の古島で行われていたが、岩崎や太郎が外国船で小能が必需品であることを知り、土佐藩でも外貨獲得のための産品として盛んに製造されるようになった。かつてはセルロイドの過素材として非常に大量に使用されていた。日本は当時植民地であった台湾においてクスノキのプランテーションを経営していたため、20世紀、初めには 世界最大の生産国であった。小農専売局収集出張所は台湾南投げの収集にある。しかし1920年代に入ると、化学合成品が開発されて押されるようになり、やがてセルロイドに代わるプラスチックが出現して、この用途はほとんどなくなった。明治期、日本の事業家土葬、龍二郎が台湾で林業、電気事業と共に、 小農事業を展開、成功していた。無塩化薬の原料として、ノーベルも注目していた。日本では1962年まで、日本専売公社によって専売されていた。現在は、福岡、宮崎、鹿児島で小規模ながら製造されていることが確認できる。ありがとうございます。